僕ね、もうファンっていう言葉が嫌いなの。わかる？その、ね、へえ。誰々のファンならいいんだけど、自分のファンって嫌じゃない？なんか、ああ、なる自ほど分ね。のファンって何よって、その、確かにそうなんかすか。ごい嫌なんだよね、その言い方が。ファンの人が嫌とかじゃなくて、その言い方が僕はあんま好きじゃなくて、たまにさ、手を振って、振ったり、イベントでね、あり手をま振っすたりなんね。か、するとはきけなも、時とかもあれね。は俺は言われてるからやってるだけだから。事そう細かね。に、スタッフさんからここでウィンクをしてくださいとか、ここで投げキスをしてねって言そう、われて、振りはい、付けとわかかでりもまね。したでやってるだけだから、感情はない。でもあんまりこうね、なんだ、ファンの人が欲しがってるものを与えてる人を見ると、俺はちょっとワクワクしちゃうよね。この人いつまでこれやんのかなとか。Do you know that Umechan got in trouble for saying these comments? His remarks were published on various sites, and a lot of local netizens took that negatively and were concerned. It's rude to say you who put your hearts into giving fan service. It's fine if you cannot handle doing fan service, but don't make fun of others, say you. Is there really a need to say that? As such, he had to apologize for his careless remarks, and at the same time made it clear about several things. なんか僕の中で、そのファンっていう言い方が、どうしてもこう、上から言っているような物言いにどうしても感じてしまうんですよね。まあもしかしたらファンっていう言葉にそんな意味合いがないのかもしれないですけど、僕はそう感じてしまって、なので僕のファンとかそういう言い方があまり好きではなくて、まあ、応援してくださってる方、僕を応援してくださってる方でいいじゃないかって常々思っていたので、ああいう言葉が出てきたんですよね。まあライブとかイベントとかでこう、舞台上に立つっていうのはどうしても僕は慣れないところがあるんですよね。緊張してしまいますし、まあ人前に出るのがもともと苦手っていうところもあるので、そういった面で、なんかこう自発的にそこでこう、皆さんに手を振ったりとか、そういうものがもう気恥ずかしくてどうしてもできないっていう、まあ僕の勝手な、思いなんですけれども、なのでなんかこう手を振ったりウィンクしたりっていうのは言われてこうやってくださいと、まあそういう演出でやってくださいと言われたらできるんですけど、なかなかこう自発的にやるのは気恥ずかしいなっていうところが、まあ、言葉がちょっと悪かったんですけれども、感情が乗ってないっていう言い方をしてしまったんですが、それはそういう意図で言った話であります。どうしてもこう、自分の中で、なんというか、本当に自分の中から出てきたものではないなって思ってしまって、苦手で意識からやらなくなってしまったんですよね。なので、こう、まあ、ファンサをしている人を見ると、もしかしたら、なんかこう、僕と同じ思いを抱いていたりするのかな、この人は。まあ、その苦手になった自分と比較しての、まあ、ブラックジョークというか、まあ、言い方が本当に悪かったんですけれども、決してそういう、まあ、ファンサをしている人を貶めるようなつもりは、なかったということだけ、お伝えしたいと思います。Honestly, I think these netizens took everything seriously, and I think there's no fault in Umechan's mindset. If anything, it's actually refreshing to see that at least there is one public figure that I know who feels indifferent with doing what most people do, especially in this idol franchise influence industry. I feel like at this point, fans feel entitled and to a certain extent are selfish for wanting Seiyu to show a perfect image all the time. I don't think his comments were problematic. Careless, maybe, if he didn't explain further, but I'm digging Ume's humor code anyway, so it was amusing to hear what he said, to be honest. But hey, you know what it never was? That serious. It was never that serious.